ピーシーです。よろしくお願いします。はーい。いや、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ティーシーのスマイルラボ、この番組はアイスクリームカフェモアの提供でお送りいたします。この番組は傷だらけのティーシーが皆さんに笑顔を届けようと思っている番組です。はい、ここで自己紹介させていただきます。中学校3年生14歳海です。よろしくお願いします。はい、高校1年生16歳のさやです。よろしくお願いします。イエイ。はい、ティーシーは沖縄の方言で天の水、雨水という意味があって、透明感あふれるようなユニットを目指しています。はい、よろしくお願いします。今週の傷だらけゲストコーナー、イエーイ。はい。はい、このコーナーは毎回素敵なゲストに来てもらい、ティンシーとトークをしてもらうコーナーです。毎回最後にゲストの傷だらけになってしまった黒歴史を発表してもらいます。今回のゲストは1月25日にアルバムアベスをリリースするリラクシンキッチンことリラ吉さんのしゅうこさんとたけいさんに来てもらいました。リラ吉さん、よろしくお願いします。はい、最初からカミカミだけどね。だいぶ兼ねましたね。はい、はい、自己紹介をお願いします。はい、リラクシンキッチンのボーカル、しゅうこと申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、リラキチのギターを担当しておりますターケーセグンド、ターケーです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。私たちなんかラジオすっごい下手くそなんですよ。そう、そうなの、番組持ってるのに。ちょっとぶっ飛んでます。結構ぶっ飛んでるので、うん、ちょっとリードお願いします。なんでか。ですよ、吉田さんにお願いするのか。そのぶっ飛んでるところで MC の人にリードお願いしますって言われたの初めてよ。だからね、本当よね。いいんじゃない、ぶっ飛んでるのが。ね、ぶっ飛びでお願いします。はい、わかりました。ぶっ飛びについていきますので。はい、ではどんなジャンルの音楽をしているか聞かせてください。はい、どんなジャンルと言われますと、はい、ちょっと困るのがリラキチなんですけど、そう、結構難しいんですけど。難しいんですよ。まあ、ジャンル的にはいろんな曲調の曲をやるんですけど、うん、基本的には僕がギターを弾いて、はい、このまあ、いわゆるクラシックギター、ガットギターっていうギターを弾くんですけど、それと、しゅうこがボーカルで、ボーカルとギターの、まあ、アコースティックユニットなんですけど、はい、でもいろんな曲調の、曲をやるので、はい、はいはい、これは一概にジャンルが言えなくて申し訳ないんですけど。全然それなんか TC のラジオっぽいです。ラジオっぽい。そう、なんかなちょっとわからないアーティストが来ることが多いんですよ。そうなんだ。そう、あの、ね、でも俺もね、あのアバンギャルドテクノアイドルがわかんない。上もわかんないんですよ。なんか何でもありみたいな、そんな感じ。そう、そうなんだ。この前ライブに本物の猫が出たんですよ。はいはい。そう、だからそういうこととかやったり、ね、あ、猫ね、一緒にやったよね。普通猫のアイドルとかいっぱいいるじゃないですか。うん、もうそれとは別で本物の猫を一緒にステージ立たして一緒にそう歌ったり、歌えないけど歌ったり。猫が歌ったのかと思った。そうか。そう、そういうことするからね、ちょっとおかしいアイドルなんですけど。そうなんだ。はい、はい、沖縄に来るきっかけって何だったんですか？ですね、僕ら2011年に、うん、東京から移住してきたんですけど、うん、あ、東京の方だったんですか？僕はね、愛媛県出身なんですけど、しゅうこは東京出身 で、はい、すごい。で、子供もいて、女の子が一人いるんですけど、うん、3人家族で暮らしてたんですけど、うん、2011年に東日本大震災があって、うん、で僕ら東京だったので、うん、まあいろいろなんか計画停電とか、なんか電車も止まったりとかいろいろあって、結構揺れて怖かったのもあったんですけど、それでまあきっかけはそれなんですけどね、なんかちょっと環境、住む環境変えたいと思って、で家族で子育てにもなんかいい感じの場所で、日本だったらやっぱり沖縄しかないなと。はいはいはい、嬉しいね。でまあ僕が沖縄が好きだったので、それで、はい、よし、週沖縄行くぜなんつって。お、あ、そう、じゃあこっち来る前までは何回か沖縄に来てたんですか？僕は何回か来てて、うん、で週子とは1回だけしか来たことなかったんですけど、うん、そうそう、どうです、沖縄来て。沖縄どうですか？私は沖縄めっちゃ好きですね。お、嬉しい。本当に好きです。気候も合うし、うん、皆さんの人柄もとっても好きなので。あ、嬉しいです。はい、だから沖縄来れてよかったです。あ、嬉しい、うん、ありがとうございます。最高最高。沖縄、上も沖縄生まれ沖縄育ちなんですけど、うん、めっちゃ最高です、うん、めっちゃ最高だよね。沖縄最高と思います。めっちゃ最高、うん、本当に思います。はい、はい、沖縄音楽の魅力について教えてください。はい、
縄音楽の魅力、それはもうしゅうこちゃん。沖縄音楽っていうとやっぱり音階が独特っていうのがありますよね。で、あのそれとはまた別で、あのなんて言うんだろう、歌詞もとっても温かい歌詞の曲が多いと思うんですよ。そしてそう、ね、うん、すごく伝統を大事にしている、うん、はい、そうそうそう、そういうところが魅力かなと思いますけれども、まともな返事をすれば、うん、まあほら沖縄音楽って言っても、うん、こう民謡から、うん、古典から、うん、ね、最近のいわゆる、まあ、全国的にみんなが知ってるような沖縄のポップスまで、うん、ビギンさんみたいな、うん、ね、うん、そういうのまでいろんなのがあるじゃないですか、うん、はい、でも、まあ、なんかやっぱり生活にこう根付いてるのかなっていうのはすごくありますね。あ、やっぱ、うん、あ、でも若い子ってあんまり海たちの年代の子たち子たちってあんまり聞かないんですよ、うん、沖縄の音楽も。そうなんだ。知らないのが多いんですよ。確かに。そうそうそう。何を聞くの？なんかわかんない、 J-POP とか、J-POP? 西野カナとかよくなんか友達とか聞いてて。ああ、そうかそうか。そうそう。でもなんか海的もあんまり J-POP も海は聞かないんですよ。うん、そうなのね。そう、あんまり、そうだから、そう、あんまり洋楽ぐらいしか聞かなくて。あ、洋楽聞くんだ。そう、そう、だから最近 J-POP っていう存在を知ったんですよ。最近な。そう。そう。すごくない？ある意味。ある意味すごい。でしょ？すごいんじゃん。うん、そう、だから。ちょっと驚き。でも洋楽聞く人も多いよね。うん、多いです。最近すごい多いです。うん、最近じゃなくても、まあ昔もね、そのロックの、小沢のロックの時代からね。あ、そうだよね、うん、そうそう、ジャズも含めて多分日本では一番ね、やっぱりこっちが早かったんだと思うから、うん、そういうのも含めて結構多彩なので、うんうん、アーティストもだからこうね、アバンギャルドテクノポップの人もいれば僕らみたいなよくわかんないアコースティックファンクって言ってるんですけど、アコースティックファンクの人たちもいれば、うん、いろんなジャンルの音楽の人たちもいて、うん、面白いのかなと思います。あ、そうですね、うん、沖縄に来て沖縄のいいところとかってわかります？なんか知ってたり、こういうところがいいと思うよっていうところがあったら教えてください。やっぱりそのさっきもちらっと話させてもらったけども、はい、人々の人柄の良さっていうのはとっても温かさとか、子供をとっても大事にするじゃないですか。あ、 そうだね、うん、そう言われてみたら子供にめっちゃ優しいよ。そう、うん、子連れで移住してきた人あのものとして言わせてもらうとめちゃくちゃ優しいと思う。そうそう、もう東京とかやっぱりこうね、ちょっとこう夜の時間帯にこう、うん、お店とか飲食店とかでも行くじゃないですか、うん、まあ、お店にもよるんですけど、うん、結構、子連れみたいな感じでちょっとおしゃれな店とかだと、なんかダメっぽい感じのところはとか結構多いんですけど、そうなんだ。沖縄はね、バーとかも完全に夜のお店でも、あ、いいよいいよいいよ、そうそうそう、こっちに出てたらいいよ、そうそうそう、椅子くっつけてくれたんですよね。椅子くっつけてこい、ここでねって言ってくれるから、めっちゃ似てる、めちゃめちゃ優しいと思って、そう、まあ、最高だ、最高だね、最高と思ったね、うん、あとはあの三枚肉の上に皮がついてるとこがいいなと思った。皮付き、皮付き、あ、プル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 、分かる分かる、めっちゃ美味しいですよ、コラーゲン、そうそうそう、コラーゲン、そう、めっちゃ好き。あれは内地ではないからさ、本当に豚肉皮付きで売ってないんだよ内地だと。え、じゃあ何食べるの？でもなんか買わない方がいい。あ、本当？あの、そうなんだ、苦手なんですよ。あ、そうなんだ、プルプルみたいなのが本当ね、嫌で。え、じゃあ何？あれがいいのによ。このプルプルがなかったら食べるところあります？ないよね。ないよね。じゃあ何食べてるんですか？心よ、いやいや、だからこうバラ肉って言ったらこの皮がないところ、ないとこのお肉を、皮を取ったお肉を売ってるんですよ。じゃあコラーゲンどんなで取るの？どんなで取るの？ゼリー、どんなで取るんだろうね。あはゼリー、そういう手があったんだ。ゼリーはあるね。ああ、そうだね。はい、はい、はい、ね、うん、次は、はい、曲コーナーなんですけれども、はい、6分になったら知らせのカンペ出すって言ってるんだけど、知らせのカンペ出てないんですけど、いいんです？ OK、 はい、じゃあ行きます。はい、それではここで聞いてください。ティンシーで真夜中のアンネ・フランク。はい、聴いてもらった曲は12月25日に発売されたティンシーサードシングルの真夜中のアンネ・フランク、そしてメメントモリから真夜中のアンネ・フランクでした。この曲はアンネ・フランクと姫ゆり学徒隊がテーマの琉球音楽を入れた祈りのクリスマスソングです。リラ吉さん、聴いてどうでしたか？すごく素敵な曲ですよね。はい、ありがとうございます。であの初めてね、聴かせていただいた時に、まあ、なんて難しい音階のこう、ね、やっぱね、メロディーがね、特徴的ですよね。そう、そう、うん、そう、なんか録音する時もめっちゃ、うん、なんだっけ、さっき言ってた苦戦じゃなくて、苦戦、苦戦、そう、苦戦、そう、苦戦したんですよ、めっちゃ。
そうだから、うんうん、結構難しい、海たちも歌ってて難しいなって思うんです。あ、やっぱり歌われてる本、ね、ご本人も難しいと。琉球音階をね、うん、でも歌詞は赤田スンドゥンチとかも入ってて、うん、ね、そうそうそう、ミミンド、ミミンド、沖縄の方言も入って、はい、入れてて、はい、ちょっと面白い歌になってる ね、ね、素敵だと思います。はい、で私たちの曲聴いてもらったんですけど、うん、次、はい、アルバム発売とのことですが、はい、どんな内容のアルバムなんですか、はい、教えてください。1月25日に発売になります、はい、リラクシンキッチンファーストフルアルバムで、アベスという、うん、あの、はい、アルバムタイトルの曲なんですけど、あ、アルバムタイトルの曲ですね。かっこいい、めっちゃかっこいい。ありがとうございます。でこのアベスっていうのはスペイン語で鳥という意味なんですね。はい、スペイン語なんだ。スペイン語なんですよ。そうです、ちょっと格好つけてスペイン語使ってるんですけど海たちもあのさっきの歌詞の内容にドイツ語が入っていてね、そうですってね、そう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 、入ってる。なんか親近感湧きます。嬉しいです。ありがとうございます。はい、そうで2017年鳥同士なのでちょうどよく鳥というね、あ、あのタイトルのアルバムがリリースできて、そういうことね。そういうつもりじゃなかったんだけど、たまたまかな。出来上がって、よし、じゃあ2017年に出すぞってなったら、うん、たまたまそれが取り出したっていう。そうそう、すごくない？めっちゃすごい、ね、めっちゃ感動したよ今。マジで、うん、そこまで感動するほどではないと思うけど。感動してくれてるのがもういいんだ、それ。そうなんですよ。で、まあ、はい、全体通して鳥っていうものがあのテーマになっているアルバムではあります。鳥っぽいんですよ。曲とかはどんな感じなんですか？いろんな曲が入ってます。やっぱりさっきもあれなんですけど、私たちジャンルがこうなんていうこうですよって言えない感じなので、そう結構だからなんかね、はい、ジャンル的に言うとブルースっぽい曲があったり、まあ、ちょっとボサノバっぽい曲があったり、ちょっとなんかスペイン風のなんかちょっとこうめっちゃ聴いてみたい、めっちゃ聴いてみたいです。あったり、あとはちょっと沖縄ポップスっぽいちょっと三振も入れた曲もあったりとかするので、そうですね。そしてそのアルバムの一番最後にはね、あのあちらのポスターにも映られてるヒップーさん、ヒップーさんに書いていただいた、あのヒップさんがおばあちゃんに書いたお手紙っていうのがもともとあったんですよ。へえ。でそのお手紙を元にして歌詞を作って作った曲、はい、ばあちゃんの空っていう曲も収録されております。そうヒップさんとリラクシの共作です。すごい、うん、すごい、めっちゃ聞いてみたい。皆さんぜひ CD 買ってみてください。海が欲しい。お願いします。海が欲しい。25日発売です、はい、25日1月25日水曜日、はい、はい、リラクシさんから、最後に天使の一言お願いします。めっちゃ可愛い。知ってる、ありがとう。知ってた。調子乗るので言わないでください。いやいやいや、もう可愛い。しかもよ、ゆめちゃんはなんとうちで飼っている猫ちゃんと同じ。そう、ウキルちゃん。猫と同じにされちゃうんだよ。めっちゃウキル。ほんとごめん。同じにされる。そう、ゾンビで可愛がっておくからお家で。やった。たまたまめっちゃ愛情伝わってきますよ。よかったよ。家帰ったら海海って呼んでるよ。そうよ。やった、じゃあ海はい展示しとくね。しといて。はい、ね、この番組最後に黒歴史を聞くんですけど、はい、リラ吉さんたちの黒歴史もね、うん、教えてほしいなって思います、はい、黒歴史って難しいよね。めっちゃ梅もあんま意味わかんなくて言葉使ってるんですよ。そうだから一応聞きたいなと思って。私の黒歴史をこちらでお話しするといろいろとシャレにならないので、はい、でもそれが面白いんだよ。今日だよって言われてる。そう、じゃあ私がこの間洗濯物をあのベランダで干していた時に、うん、あのシーツをパンパンって広げてたら、うん、私のパンツがあーひらりって外に落ちていって一回下のベランダに入った話かな。それがすごい。どうなったのそのパンツ。もう取りに行けないよね。行けないよね。ね、そう、恥ずかしくて行けない。恥ずかしい。下の階のベランダに落ちたわけよ。下のベランダに落ちてしまったから。ピンポンって言ってすいませんパンツ落としたんですけどって言えないでしょ。言えないね。拾わすのもなんだし。もうなかったことにしました。あでも結構すごい黒歴史聞いたね。そうでしょ、そうでしょ。言いたくなかったけど。ターケーさんは？僕ね、いろいろあるっちゃあるんですけど。あるんだ。結構ね、僕ね、いろんな髪型してるんですよ。今長いけど、うん、で、あのね、そのきっかけになったっていうか、一つの事件があって、ちょうどね、自分がね、中学校3年生の時だったんだけど、うん、だから海ちゃんと一緒ぐらいの時かな、に友達に。ちょっと当時僕が通ってた中学校は基本的に丸刈りだったんですよ。みんな坊主頭、野球部じゃなくても、ね、誰か見分けつかないじゃん。そう、そう、そう、で全員坊主頭だったんだけど、その
結構髪の毛その時伸ばしてて、うん、でもういい加減綺麗って先生に言われて、うん、で友達に家にあるバリカンで髪の毛を買ってもらったんですよ、うん、そしたら友達がモヒカンにしたんですよ、うん、僕の頭を。なぜかおいいじゃんってなっていいのかでお前モヒカンでこのままこのまま行けって言われて、うん、え余計怒られるって。そうだからよねでそれででまあまあね、2日後ぐらいには切ったんですけど。ああ、まあ、2日しかなかったの。ちょっと そこまでしか持たなかった俺のメンタリティーが当時まだシャイだったから、うん、当時まだシャイだった、はあ、そうそうシャイだったからでもそのモヒカンにされたっていうことがあって、はい、で恥ずかしくてこう帽子かぶってるんだけど友達が帽子をこう取るわけ、うんうん、あ中学生らしいねなんかいそう やめろよみたいな。じゃあ名前モヒカンにしたばっていう話だけど青春だ。まあそういうね、はい、ちょっと、うん、結構面白いね。すごいこと聞いちゃったすごい。じゃあ今日のゲストはひらりらりら待って噛んじゃった。もう一回いくよ今日のゲストはりりきちさんのしゅうこさん、たーけいさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは最後にゲストと TC からの告知です。ゲストのリラキチさんどうぞ。はい、はい、口調どうぞはい、リラクシンキッチン1月25日に、はい、あ、待って待つね、待ってリラキチさんの緑の海どうぞ聴いてください。どうぞ。大きな空を抱きしめた緑色した太鼓の葉が海からの風に揺らされた。手をつなぎ歩く小道。君を「また会いに」
ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この曲について聞かせてください。はい、この曲は私たちの沖縄の原風景でもあります宜野湾市大山のタイモ畑について歌った曲です。あーすごい。娘をね、手をつないで幼稚園連れて行ったりとか、うん、そんなこう思い出が詰まった曲になってます。めっちゃ素敵な曲です、うん、眠くなるね。はい、なもんだ。めっちゃ眠たい。昨日寝たの遅かったんじゃないの。あー、バレました。はい、それでは最後にゲストと TC からの告知です。はい、ゲストのリラ吉さんお願いします。はい、ありがとうございます。1月の14日と29日に、レコ発ライブ、ね、リリース記念ライブがありますので、はい、ぜひね、はい、こちらの方に皆さん足を運んでいただけたらと思います。1月14日はチャタンのモッズ、はい、はいはい、19時オープンの20時スタート、うん、はい、で、29日の日曜日は、はい、那覇のトップノートです。はい、17時オープンの18時スタートになってますので、うん、はい、はい、ぜひぜひバンドセットでやりますのでね、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではティンシーからの告知です。今日の19時から国際通り DD ステーションカフェでフリーライブをします。次回の14日の公開生放送はゲストをザ・ティーダさんでお届けします。放送後は FM 那覇スタジオ特設ステージでライブもしています。1月14日はラジオ前に、那覇のアウトプットで開催される沖縄ロコドルサミットに出演します。ラジオ終わってからの夜の部はさやかソロステージで出演いたします。下旬は東京衛星背中島海風テラスライブなどがあります。そして昨年12月25日に3枚目の CD 配信で真夜中のアンネ・フランクメメントモリが発売されています。この番組はアイスクリーンカフェモアの提供でお送りしました。ゲストのリラ吉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、TC でした。ありがとうございました。